yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane。どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。僕の家は照明、リモコン、温度計ですね、いろんなものがスマートフォーム化されてます。システムはスイッチボットで統一されているので、出先からでもスマホ一つあれば家の中の家電を操ることができるので、非常にね前に助けられてます。そんなスイッチボット、スマートフォーム化のためのいろんなアイテムが発売されてるんですけれども、その機能を一つにまとめた、まさにスイッチボットの集大成とも言えるべき新しいデバイスが出てきたので、今日はね紹介しようと思います。はい、こちらが今回発売されますスイッチボットハブ2という名前のアイテムになってます。結構もうねこれ発表された時に話題になってたので、気になってる方も多いんじゃないかなと思いますね。でこのねハブ、どういったものかと言いますと、さっき言った温度計、湿度計みたいな各種センサーを搭載して、かつこれ家電を操れるリモコン機能がついています。さらにこのハブ自体がスイッチとしても使うことができるという、この一つのデバイスでいろんな機能が、一石三鳥四鳥ぐらい詰まった、まさにスイッチボットの集大成ともいえる、完全版のようなデバイスですね。とりあえずスマートフォーム始めたいんだったらこれを買っとけば間違いないです。そんなスイッチボットハブ2についてですね、詳しく各機能をね見ていこうと思うんですけど、正直ねこれ各機能を一つ一つだけでも動画撮れちゃうぐらいの便利なね機能がたくさん詰まってるので、それぞれねちょっと簡単に説明していきますね。まず一つ目はリモコンの機能です。家の中でこういったエアコンのリモコンだったりテレビのリモコンですね、皆さんこれ使ってると思います。多分このリモコンが家にない家庭って未だにね多分ないと思うんですけれども、そんな、赤外線のリモコンですね、これの代わりになるのがこのスイッチボットハブ2ですね。どういうことかというと、この本体の中に、赤外線を発信する機能と受信する機能がありまして、こういった覚えさせたいリモコンですね、この赤外線をスイッチボットハブ2に向けて、発信してあげるだけで、その赤外線を覚えてこのハブからね発信することができるようになるってものですね。基本的には1回ポチッと押してあげると、そこからねメーカーの型番を推測して、このリモコン全体の機能をこの中に移植してくれます。で使いたい時はアプリの方からですね、このボタンをポチッと押してあげると、その通りですね、エアコンがついたり消えたり、温度が変わったり風量が変わったりするっていうものになってます。結構ねこのリモコンって生活感が出るので、あんまりこう外に出したくないっていう人もね多いと思うんですけど、そういう人はねスマホでこれ代わりに使うことができますし、あと一番便利なのはやっぱり出先ですよね。外から、帰ってくる前にエアコンをつけてね部屋を温めておこうとか涼しくしておこうみたいな時にこうね、ハブを使うことができます。でさらにね今作ちょっとまた進化が入りまして、こうねリアルタイムでこのリモコンと設定を同期してくれる機能ですね。今まではこのハブ経由じゃなくて、このリモコンで直接家電を操作すると、家電に設定されているこのね温度の設定とこっちのハブの設定がねずれるってことがあったんですけど、今回はねこのリモコンを一回押してあげると、同じ赤外線を受け取ってこの現在の設定っていうのをこちらのねスマートフォン、このハブの中でも同期をしてくれるっていう機能ですね。なのでこう部屋のね状態が今どうなってるかっていうのをよりね確認しやすくなってます。さらに今回は、この本体に表示されてます温度計と湿度計、そして照度、明るさのセンサーですね、これが搭載されました。今までもねこういった製品が出てまして、これはね温度計と湿度計ですね、これを測って表示をさせておけるものです。でこれをアプリ経由でね同期をしてくれるってものなんですけども、その機能が今回このハブ2の中に入りました。これめちゃめちゃ嬉しいんですよね。僕の家ね、結構植物とか育てたりするので、このね温度と湿度っていうのを管理してるんですけど、そのね機能が1台に集約されるっていうのはめちゃめちゃありがたいですね。で見た目に関しても、前のねこっちの温度計は結構デジタル感が強いというか、ちょっとね、レガシーな感じだったんですけど、新しいですねこちらのハブに関してはこんな感じで、ホワイトのボディにこの数字が浮き上がるデザインになっていて、ちょっとこの近未来感をねスマートフォーム感をより感じさせられるデザインに、ね、なってますね。でこのね温度計と湿度計、こうやってね表示をしてくれるだけじゃなくて、部屋の温度が何度以下になったらエアコンで暖房をつけるとか、何度以上になったらエアコンで冷房をつけるみたいな、温度、湿度、照度ですね、これに合わせたこの家電の操作っていうのが可能になるんですね。今まではこの温度計とハブですね、これを連携させてやっていたことなんですけれども、それがね一個にまとまったことによって、これ1台でできるようになりましたっていうことですね。これはめちゃめちゃ嬉しい。ちなみにこのセンサーに関してはこの本体じゃなくて
これをね、繋いでるケーブルですね、ケーブルの先のこの部分、ここがセンサーになってるみたいです。なので、あの専用のね、このケーブルを使わないとこのね、温度計湿度計は機能しないので、そこはね、注意しておいてください。そして3つ目の機能として、これ本体にですね、ここ下にオンオフのボタンが、タッチボタンでついてるんですけども、これが家電の操作ボタンとして使えるっていう機能もね、これ搭載されています。これも今までスイッチ専用のパーツですね、商品があったんですけども、その機能がこの中に内蔵されているっていうね、ものになってます。で、僕の場合は家の中もね、こう植物のライト何種類かあるので、それを一気にオンオフできるようにスイッチボタンのプラグと連携をして、これでね、タッチで操作をできるようにしてるんですけども、その機能もこの中に置き換わりました。普通こういう複数商品を展開しているメーカーって、まあ、単純に売上が下がっちゃうので、あんまり一つの商品にまとめるってことはしないんですけど、それをね、今回一気にまとめてくれたっていうのは、すごくね、こうユーザーフレンドリーというか、こう使い手のことを考えてくれてる気がしますね。そしてこのスイッチボットハブ2、これからね、長く使ってきそうだなっていう理由がもう一つありまして、これ多分国内のスマートホームメーカーで初ぐらいだと思うんですけれども、マターというね、企画、スマートホームの企画にこれ対応しています。これ何かというと、Apple、Google とか Amazon とかね、まあ、いろんなこのスマートスピーカー、スマートホームグッズ作ってるメーカーがあるんですけども、それの企画を、統一をして、どんなね、デバイスでも同じコマンド、同じ共通の企画でこう操作をできるようにしましょうっていう、ものがね、作られたんですね。で、それが搭載されているのがこのハブ2になります。で、今回このハブ2も、ホームキットですね、アップルのスマートホームの企画、これでマター対応しているので、それでね、操作することができますし、まあ、今後もね、このマター対応の、デバイスっていうのは増えてくると思うので、まあ、そういった意味でもですね、このマターにすでに対応しているこのハブ2っていうのは、結構これからはね、スマートホームの中で中核を担う存在になるんじゃないかなと思ってます。はい、というわけで今回はこちらのスイッチボットのハブ2ですね、新しく出るデバイスについてお話をさせていただきました。まあ、本当に今お話しした通りですね、まあ、温度計、湿度計、照度計、リモコン、スイッチですね、これらの機能をまとめて一つにしたデバイスなので、まあ、圧倒的にお得だと思いますね。まあ、値段もそうですし、まあ、場所もね、取らずに一つのデバイスの中でギュッとね、詰まってるので、まさにまあ今年ね、まあ、スイッチボットが勝負かけてるなっていう集大成の一台だと思いますので、まあ、スマートフォームですね、まあ、これから始めてみたい方、もしくは今あるスマートフォームのシステムをもっとね、シンプルにギュッとまとめたい方は、こちらね、ぜひチェックしてみてください。僕の家でもね、早速もう大活躍してくれてます。はい、こちらね、リンクは概要欄に載せておきますので、気になった方はね、そちらの方をチェックしてみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルモノグラフでは、こういったガジェットの情報とかね、家電の情報ですね、いつもお話をしておりますので、もしこの動画が気に入っていただけましたら、ぜひいいね、もしくはチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフのホチでした。バイバーイ。